あれから随分経って、喘息は完治したのに、空気に敏感な性分はずっと変わらないままだ。なんだ、やけに暗いな。俺たち歓迎されてないっていうか、空気悪いよね。昨日あれだけ盛大に否定されちゃったからな。この空気の中心は彼女かな。成績優秀で真面目で凛としてて、まさに友情体現してるような存在だもんな。しかも学園長のお嬢様と来た。そんな子が統合に反対したら、ユイジャの子たちも気にしちゃうよね。少なくとも私はあなた方男子を歓迎していません。このユイ姫女学園は女子校なんですから。ってことは、この空気を変えることができる窓も彼女だ。セナさん。おはよう。おはよう、ウリュウ君。窓が開くには時間がかかるかな。なかなか先行き不安な感じでございますね、シンゴさん。アンジェは教室でもメイド服なんだね。はい、アンジェは母の代からのメイドでございますから。ちなみに母はイギリス人なのでハーフです。学園長公認のノラメイドがクラスメイトってのにもまだ馴染めないけど、でも何よりも彼女かな。あの出会いが嘘みたいだ。その、セナさん。しまった、何やってんだ俺。セナさん、ごめん、うっかりしてた。本当にごめん。男子は男子用の臨時トイレを使用してください。女子、よーい。
もともと乙女の園だけに男子がいる生活ってのが想定されてないんだよな。男子更衣室もなかったしな。校庭の隅での着替えは辛かったぜ。こういう時こそ生徒会長のお前が何とかしてくれよ。んなこと言われても俺鏡台の仕事も残ってて忙しいからな。皆さんおくつろぎいただけてない感じです。アンジェというか体操服。はい、残念ながらメイド用の体操服がございません。でもアンジェは常にメイドです。なので皆さんに差し入れを持ってきました。夜間の水はどんな疲れた方も即座に元気になると聞いております。どっかに勘違いがあるような。でも水はありがたい。アンジェは統合に反対じゃないの？はい、アンジェは生徒さんが増えても一向に構いませんです。アンジェのご主人様になってくださるかもしれない方が増えるってことですからね。ユイジョの女子がみんなアンジェみたいだったらよかったんだけど。そんなに気にしなくてもいいんじゃないの？あ、乾サナさんだっけ。うん、そりゃ反対の子もいるだろうけどさ、それでも受け入れていくのが優しさってもんじゃないの？わお、さっちゃんさんってば大人です。アンジェ感動しました。あ、いや、そんなんじゃないから。あ、お待ちください、さっちゃんさん。みんながみんな統合に反対ってわけじゃないんだな。でも彼女が反対する限り空気は改善されそうにないけどね。まあとにかく頑張って溶け込んでいこうな。チンゴやるな。違う、これは勘違いで。マジ？ごめん。ノックぐらいしたらどうなの？もう申し訳ない。だけどそのもういいわ。ウリュウ君がそういう人なのは分かったから。あ、違う、あ、チョークが。のぞき、ウリュウ君が主犯だったんだって。セナさんのスカートをのぞこうとしてわざとチョークを折ったんじゃ。うちの女子まで敵に回したか。空気が余計悪くなってる。チンゴにしてはらしくないな。なんかどんどん教室に居づらくなっていくな。おお、今日も気合い入れて作ってくれてんのに。ごめんな、サクノ。おりゅう。お、おれ？おりゅう。あれ、どっかで見たような。おりゅう。うんうん、ウリュウだよ。弁当食うか？おりゅう。ほい。おいしいかい？バニャちゃん。あの時の。君は？リュウ。ウリュウだよ。私、アマハミユ、3年生よ。え、3年生？ああ、俺ウリュウシンゴ、2年です。あの鏡台のテストクラスの人だね。よろしく。あ、その
どうも、よろしく。あ、ごめんね。私、小学校からずっと女子校だったから、男の子と話すのが新鮮で。いいな、1、2年生はテストクラスがあって。どうしたの？いや、先輩は俺たちを歓迎してくれるんだって思うと、なんか嬉しくて。美味しそうなお弁当。あ、はい。新しい学校に行くんだからって、妹が気合い入れて作ってくれて。うん、いい子いい子。先輩、あ、慣れるまで大変かもしれないけど、いい学園だからきっとウリュウ君も気に入ってくれると思うから、だからこれからもよろしくね。あ、はい。アマハ・ミユ先輩か。こっちはそんな感じ。咲くのは？割と歓迎してもらえてる。でも女子だからかも。それはあるかもな。でも平気、お兄ちゃんは女の子得意なはずだから。そんな、遊び人みたいな。違くて、お兄ちゃん私と暮らしてるから。そっか。いつも通りのお兄ちゃんでいればいいと思う。大丈夫。はーい、みんな、鏡台のみんなと一緒に過ごしてみてどんな感じ？男子って予想以上に下品です。女子だけの方が気楽でした。やっぱガサツなのよね。言葉も汚いし、やることが子供っぽいです。超不評ね、男子諸君。でも仮統合から身だしなみに気をつけ始めた女子増えてない？異性の目を意識しないと、そういうところは油断しがち。女として生まれたからには、女を磨いていい女にならないとね。今日から特別カリキュラムも復活します。男子、頑張ってね。女子も下手なとこ見せるんじゃないわよ。これが特別カリキュラム？そう、お料理だけじゃなく、お裁縫やお茶やお花、そういうたしなみ的なものを一通りね。女子力を磨くためのカリキュラムなのです。俺たちも女を磨くのか？はい。今日は栗を使った炊き込みご飯を作りましょう。 T 組は半分けは済んでるの？6人ずつ5つのグループに分かれるわよ。結衣女、鏡女子、男子。いきなり女子に混じっての実習か。うまいことやらねえと、ますます拒絶されかねねえな。いつも通りのお兄ちゃんでいいと思う。きっとウリュウ君も気に入ってくれると思うから。とにかく足手まといにならないように頑張ろう。あ、ごめん。ちょっと邪魔。クリって向くのめちゃくちゃむずい。任せろって言ったのムクナシ君でしょ。栗を向くときは包丁の持ち方に気をつけてくださいまし。シンゴさん、見事な手際でいらっしゃいますね。あ、そう。乾さん、こっちできたよ。うまく向けた？うん、教えてくれてありがとう。お米まだだね。研いでおくよ。ありがとう。シンゴさん、お料理に慣れていらっしゃるんですか？手伝い程度だけどね。
ふりゅうくんって邪魔はしないし、それどころか水際だった立ち回りでございます。そっか、シンゴを見習えばいいんだ。これぐらい？はい、それでいいと思います。持ってきたよ。ありがとう。こうかな。うん、そうそう。男子も役に立ち始めたかな。そうね、ウリュウ君ほどじゃないけど。負けませんよ、シンゴさん。メイドのプライドにかけてアンジェの方がお役に立ってみせます。あとは炊き上がりを待つだけね。ま、でも男子と女子が助け合うってのはいい機会だったよな。そうね。瀬名さん、何か手伝おうか？特にないわ、お構いなく。瀬名、余ったごぼうちょうだい。そつないわね、アイリー。お、うちのグループは味噌汁までつくのか？瀬名さんって勉強だけじゃなくてお料理も上手なんだね。出汁さえ取っちゃえばあとは楽なのよ。でもそのひと手間が億劫になっちゃって。うん、あとは慣れるしかないわね。瀬名さんは異性の目なんかなくても油断しない人なんだ。随分たくさん作りましたね。なんでこんなことに？だって食材は使い放題だったし。欲しいって言うとアンジェがどんどん持ってきちゃうから。私のせいですか？そうは言わないけどさ。分かってるの？特別カリキュラムで作ったものは全部食べないと単位になりませんよ。ああ、俺超腹減ってるからドカ盛りで頼むわ。俺もなんだ、大盛りでよろしく。俺もいただきます。あっ、おかわり。おお、ごちそうさま。やるじゃん。お見事です。ごちそうさまでした。少し元気。ああ、そうかな。あれは、謎の生物だ。ああ、あの子の。誰？知ってるのか？ちょっとね、この前会ったんだ。仮統合が始まって一週間が経ちました。それでね、そろそろクラス委員を決めさせてもらえると先生大変大変ありがたいなって。でね、クラスがクラスですから、遊女と鏡台から一人ずつ選ぶことにしましょう。よっ、
なあ、俺パス。っていうか無理。そもそも鏡台の生徒会長もやってて、こっちの生徒会でも副会長待遇になってるから。そっか。つうわけで俺は慎吾を推薦するわ。え？俺も。ああ、賛成。私も。なんでだよ。慎吾なら空気読んでうまいことやってくれそうだもんな。わかった、引き受けるよ。やばいよ、すがしな。それでは、選ばれた人は立ち上がって挨拶をしてください。ああ、やっぱり慎吾さんですか。納得よね。あっちも当然だよな。そりゃ確かにそうだよな。冗談じゃないわよ。なんでこんなやつと。次回、イライラ色のドキドキ。